やんちゃんいらっしゃい、ベンジャミンさんいらっしゃい、クマさんこんばんはでございます。いらっしゃい、充電忘れとった、ありがとうございます。ということでデッドバイデイライトやっていきたいと思います。いただきます。あー、釣り師さんこんばんは、いらっしゃい。高評価ポチしてからのこんばんは、ありがとうございます。いらっしゃいです。飲んだくれ、そう飲んだくれ。もうね、だいぶ酔ってますからね、先に言うけど、だいぶ酔ってますよ。はぁ、もうねー、やばい。まだまだ飲むの、そう飲むの、飲んでるの、また開けちゃったの今、マッチしないね。まだまだ飲んだよ。変なこと言わんようにね。そう、気をつける。変なこと言ったときはごめん。飲んだくれぞのさんこんにちは、ミカさんこんにちは、いらっしゃい、こんばんは、こんにちは、どっちでもいいか。いらっしゃい。飲んでおります、私だいぶ、しかもだいぶ、外か、びっくりした。知っております。分かってます、すいません、待ちせんね。まあいい、まあいいやん。花火、太鼓、ね、多分ね、お祭り的なやつがあってあるんで、それのやつかな。花火、花火、花火って言うんかな、花火の方。稲田、マダイ、イサキの刺身をつまみに芋ジュージューでも飲んだくれです。食うっていいね、いいね。刺身の焼酎はいいよね、絶対美味しい。しかもこういいなあ、それ美味しいなあ。私つまみないんですけど。芋焼酎、芋焼酎。違う、芋焼酎、ごめん、芋焼酎って言った今。そらすまん。やばいな、酔ってる。あ、マッチした。ふふー、デイビッドがいる。あれ消えた。あ、ショーマンさんこんにちは、いらっしゃい。あと一人だね、残念だね。お風呂上がりにビール飲むぞ。あー、それもいいよね、お風呂上がりのビールいいよね、わかります。でもね、お風呂上がりのビール、お風呂上がりのビール、確かにはお風呂上がりもいいけどね、サウナとか行った後のビールも相当美味しいよね。油汚れに、油汚れにはジョア、ジョアじゃねえ、なんだ、ジョイ。ジョアじゃない、ジョイだ。切られた。ジョアって何。間違えた。間違えた、ジョイジョイ。やばい、普通に間違えた。もうやめて、本当に。ジョア飲み物、そう、ジョアヨーグルトのやつね、美味しいよね、私ジョア好き。
あー、ダメだ、酔ってるよ。だいぶ飲んだんですよ。だいぶ飲んで、まだ飲んでるんですよ。うん、ベンジャミンさん、うん、ベンジャミンさんいらっしゃってた。ジョーで洗、ジョーで洗っても汚れは絶対落ちん。ごめんね、間違えてるからね、気をつけてね。ジョーじゃないよ、ジョイ。ジョアじゃない、ごめん、ほんとごめん、普通に間違えた。これはグダグダ配信か。そうです、ミカさん正解。私ね、12時半ぐらいからずっと飲んでるの。ミシェルさんこんばんは、いってらっしゃい。いってらっしゃいじゃない、いらっしゃい、いってらっしゃいってなんや、もうほんとダメや、ほんとダメや、ごめん、いらっしゃい。ちょっとやってみるわ今度ってね、絶対後悔するけやめた方がいい。やばいな、いってらっしゃいって普通に言った。つまみにデブ氏の腹でもつまむって、それはいい、それは大丈夫です、それは大丈夫やけど、どこに行くんやね、ほんとどこに行くんよね。ごめんごめん、ほんと間違えた。あー、まずい、これはまずいぞ、まずいぞって言いながら飲むよね。はあ、ごめんねみんな、今日はねひどいよ、本当にひどいと思う、ひどいと思いながら配信する私を許して。とりあえずさ、じゃあ今日はやめようっていう考えには至らなかったわけですよ。さあ今日は案件たくさん作れそうだ。ごめん、許して、許して、ミシェル、マイケルだよって。マイケルなのかミシェルさんなのかわかんないけど、私はずっとミシェルさんって呼んでる。ごめんね。さあ、頑張ります。さあ、お米が欲しいな。読み方どっちでもいいよね、確か。わかんない、どっちでも。おお、カメラワークやべえなこれ。やばい、怖い怖い、ごめん怖い。今日のゾノさん面白い。すいません、酔っ払っております。振り方カメラ。ごめん、わかんない、わかんないけど大変、ルインついてる。ごめん、さっきまでね初めてのゾノなんだっけ。ごめんね、ほんとごめんね。あのね、真面目にやるつもりなんよ。ただね、さっきまで違うゲームしてたんだ。そしてすーげー酔ってるのは間違いない。言い訳、言い訳、ほんと言い訳、ごめんね、ほんと言い訳。嫌うてはうてんかろ、私に銃をください。エイムは悪いけど。酔っ払い同士ファイト、ありがとうございます、頑張ります。とりあえずお米だけなくならないようになればいいかな。ライトで光打てば。ライトか、ライト全部やんちゃんにやったから持ってないんだよね。
とか言ってみる。大丈夫、私はライトマンをするつもりは一切ありません。そうね、さっきのカメラワークじゃイムボロクソねだよね、まともに見れてなかったもんね。頑張って生きられた人。よし、着いたよ。え、人のせい？何何、人のせいなんてしてないよ。何のこと？あ、デイビッドが切られた。待って、私はさ、ルインを探したいんだけど、なんか飛ぶんだけど。待って待って、すごい飛ぶんだけど。酔っ払いで武士はおとなしくチャット閉じて視聴します。いいんですよ、そんなお気になさらず。私もだいぶ酔ってますから。あ、なんかめっちゃ飛ぶけど、トーテム見っけ。はい、しかも光ってます。狩りの興奮？え？ Wi-Fi かな？かもしれんね。あ、やば。やばい！なんかすごいやばい音する。やばーい！やばいやばいやばい、見つかった。飛ぶ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 。よかったねって、モレルも酔っとるちょ待って、ちょっと待って、今のはさ、ひどい。なんでだ。いや、今のルインやったやん絶対。くそー、マジか。マジね、今日 Wi-Fi 多すぎてほんとなえる。あれ Wi-Fi なんかな、相当飛んだよね。飛ぶ飛ぶ言うから切られたんねえ。マジクソ、マジクソとか言ったらいけん。違う違う、いや飛びすぎやろあ、ナイスー。それ破壊してね。いや、飛びすぎ、飛びすぎ。ふぅふぅ、ナイス破壊。やばい、まずい。日本人に思えんね。あ、ハオハオさん、こんばんは、いらっしゃい。ハウさん、ハウハウさん、私今日で、ね、だいぶ酔ってるからお気をつけくださいね。日本人に思えん。嘘。でもさ、始めるときさ、普通にさ、緑じゃなかった？おし、オッケー。ヤッホーヤッホー。エイペックさん、こんばんは、いらっしゃい。はぁ、見えた？見えてないね。オッケー。はい。てか30人、あ、30人、あ、31名の方いらっしゃいませ。こんばんは。私今日酔っ払い配信しておりますもので、もうね、口がまめってないけど、ほんと申し訳ない。ごめんね、ほんとごめんね。飲んだくれ配信をお楽しみください。ほんとそうです。飲んだくれ配信です。私今現在も酔っ払っておりますし、現在進行形で飲んでおります。あんたが気をつけて。うん、ほんとそれ。ごめんごめん、マジごめん。しかも飛ぶんよ。エピックさん、ごめんね、エピックさん。こんな感じでほんとごめん。やだ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 。追われてる、私追われてるよ。どうするのどうするの、なんか飛んでるんだけど、どうなのどうなの。飛ぶ飛ぶ飛ぶ、飛んじゃってる。痛い、開いた。ちょっと待って、開いた。
大丈夫やよ、ごめんね、ほんとごめんね。夜、さらには夜、いや、マイクロ配信も考えておりますので、配信した際はそちらもこ、そう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 、今日ね、マイクロもね、配信しようとは思ってるんです。ただね、私が寝ない限り。あ、デイビッド、回復。あ、みーちゃんありがとう、すまんな、ありがとう。ちょ待って、私何もしてない、トーテム割った以外で、読むっていう、そう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 、ごめんね、コメントに目配ることだけは気をつけてたらさ、読んじゃったよね。ちょ飛ぶんやけどね、クマさん読まんでええよって書いたのに。でも読まんでええよとか書いた？あ、ほんと？それ読んでない。ちょ飛ぶ、どこやどこや。お酒飲むと眠くなる、お酒飲むと眠くなるってか、お酒飲んで酔ったら眠くなるよね。ありがとうございました、すいません、私もじゃあ出ますね、失礼します。速攻で出るっていうマジダメやん、これこれダメすぎる。ゾノさんめっちゃ喋ってるって本当めっちゃ喋ってる、ごめん、酔っ払いなんよ、本当酔っ払いなんよ。読まんでええよとかあった？あ、読まんでええよ最後にあったね、全然見てなかった、ごめん。あ、お米いただけませんよね、そうですよね、うちとは真逆。あ、本当そうなの、破滅、バベチリ、天秤あったんや、狩りの興奮。よし次行こうということで、あの本当初戦からあれですけど、グダグダですけど酔っ払っておりますので、本当ご注意ください、嫌な人はね、ごめん本当ごめん。今日ねなんかね、思った以上に飲んでしまってさ、思った以上にお酒が進んでしまってさ、だいぶ酔ってんだ、本当ごめんね。嫌な人は本当あの抜けてくれて大丈夫なんで、ごめんね、もうこれ以上、これ以上っていうか、もうこれよりもひどくなることしかない。ふん、興味ねえなごめんごめん、そんなことは思ってないよ、ダメだ。てか何本目、500のビールを飲んで、その後何、ストロング系の 9% のアルコールを今3本目ぐらい。これじゃ抜けようかね、いくまさん、ほんと後先考えず飲むよねほんとそれ、後先は考えてないよね。え、なんかさ、酔い、なんだろう、なんだろう、その何、酔いの波がよくわからんのよね。4本目やね、4本目か、4本目です、聞いてる分には。了解、じゃあ4本目。よう、そんなに飲めるなーって。なんかね、飲み出したらね、飲んじゃうんだよねー。っていうかね、飲める日と飲めない日があって、飲める日はね、底なしに飲む時がある。そして、クマさんは抜けないでね。ごめん、ほんとごめん。ほんとごめんけど、ほんと苦行かもしれんけど、クマさんは抜けないで。欲しいけど、まあ、あの抜けるときは抜ける、ごめんって言って、そしたら諦める。じゃあおいらもって、うん、やちゃんごめん、ダメなときは抜けていいけど、抜けるときは抜けるって言って、そしたらほら、あの嵐とかが来たときは、嵐自分でちゃんと対応するからじゃあ抜ける、ごめん、わかった、クマさんありがとう。ちょっとこれからは私が気をつけるわ、私は止めないのに。いや、止めるっていうかさなんていうの、抜ける抜けないはその人の自由、赤だからいかない、ごめん。抜ける抜けない、見ない、見る見ないはその人の自由やから何とも言えんけどさ、そら見てほしいよ、見てほしいっていうか、なんていうな、なんていうんやろ、付き合ってほしいっていうのが
お仕事しますよ。クマさんありがとうございます。ハファさんご飯食べてきます。いってらっしゃい。そうかそうか、違うんよ。なんていうの、付き合ってほしいのは付き合ってほしいんやけど、なんやろ、無理強いすることでもないとは思ってるけど、付き合ってほしいとは思ってるけど、なんていうんやろ、嫌なのに見る必要はないとは思ってるけど、見てほしいとも思ってるっていう、その何、なんか狭間だよね。これいける告白けどが多いなごめん、よくわからんのよ、ごめん、全部本音黄色やけいけるよね、配信にって意味だわって、告白けどばっかやんって。え、いや、うん、だから、いや、見てほしい、見てほしい、違う、付き合ってほしい、私のこのグダグダな配信に付き合って、けど嫌なら去る、去るっていうか、何、閉じる、消すのもあり、そこはもう止められとは思う。ごめんね、酔っ払いやけん何言うかよくわからんくなってきた始まったわ。喋るな喋る、消すこの世からそんな激しいこと言った今私、違う違う、いやほら、見たくない人の配信見る必要はないしさ、ふー、面白い死に方したら残るかもねこっちもようわからんわ、ほんとごめん、喋らん方がいいかな、もうね、何喋るかよくわからんくなってきた、申し訳ない。まあ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 、よかろうまあ言うてさ、何何何何、これは先般捏造できそう待って、クマさん、あのね、記憶がなくなることはないよ、今日のゾノさんいろいろ言わせた方が楽しいからってほんと、うちら二人が用事以外で抜けるわけないやん、ほんとありがとういや、うん、ありがとう、ほんとありがとう、マジ助かるわ、助かる。さあ、丘上からスタートとかマジ勘弁してください。あったー、この人、うわー、ワンチャン見えたんじゃない、そういうことじゃない、血濡れな、あ、見えてなかった、こりゃ失敬って、感激の、感激のあまり泣いてもええんやでって、泣く、私が泣く、よっぽど感激したら泣くわ。あ、でもね、なんかね、私ね、意外とね、泣きやすい性質ではあるんだ。マジ助かる？マダガスカル？なんそれ。ちょ待って。だけん、お、ルインがない。意外とね、多分すぐ泣くよ。性格じゃなくて性質。そう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 、性格じゃない。性質。クレシンの映画で泣くタイプ。あ、もうね、ほんと歯がいいくらい泣くよね。泣く自分にいいってなるけど泣くよね。それは、うん、泣く泣く泣く、泣かん、あれ泣かん、あれ悔しいよね。そうそうそう、ロボット、ロボ父ちゃんでかって。あ、シーさんこんばん、いやん、いやん、
切られた無理。 C さんこんばんは、お久しぶりです。ただいま酔っ払い配信。そうです、酔っ払い配信。あ、え、どういうこと。あん、あ、ライトマンおるやん。ライトマン、ライトマン、ライトマン、それはそれはあなたが危ないパターン。それは酔ってるの。そう、 C さん酔ってるの。私今だいぶ酔っ払いなの。待って待って待って、4本飲んで酔っ払ってるみたい。そう、4本飲んで酔っ払ってるの私今。 C さんごめんね、酔ってるよ。いや、デイビッド実はあれじゃね、そんな中配信してるんかい。そう、そんな中配信してる、申し訳ない。いや、お主ら、そう、酔ってるけど配信してる。談合じゃね。うん、なんかそんな感じするね、あの感じ。お、ナイスー。あ、おにもさんこんばんは、いらっしゃい、コメントありがとうございます。酔いといつも、酔うといつもとなんか変わるの。いつもとなんか変わる。うん、変わると言ったらよく喋ってるらしいですよ。飲み終わったら5本目行くのかな。5本目、あ、5本目まだストロングあるわ。ボロやから違うか。どうやろう。なんかでも不思議な感じな救い方はしたけどね。自分も今、二日酔い。ずっともためたいだけか。うん、その可能性はある。よわー、追われてるー、怖いー、死にたくない。無理。喋るくらいならいいんじゃないかな。私も嫌なこと忘れるためにもお酒飲みたいわって。まあね、お酒、そうね、どうなんやろうね。私はなんか、ん、多分あれや、カクつくの。ゾンチャ側のキャッシュ、私のキャッシュ、マジで。昨日は仕事でかなり飲んだけど二日酔いになってない。お、昨日ビール8本。おにもさんお酒強い。あー、デイビッドありがとう、ありがとう、ありがとう。ナイス救出。私は遠くへ逃げる、とりあえず。今もカクついてなかった。カクついてたような気がするっていうことは私が悪い？あ、クマさんありがとうございます。Wi-Fi 繋いでる？ Wi-Fi っていうか私有線ですよ。でもご存知の通り炭酸ダメだからね、市販のお酒買わないよね。で、キャー、今半年間育児休暇。どこどこどこ、そこ
やばい、バレた。いらんことしてもうた。あ、切られる。ちょっと。あ、釣られる。やばい、死んだ。死んだ。死んだ。昨日も8本飲んだけど戻してない。オリモさんめっちゃお酒強いね。ガイさんかな。ハローゲーガん？ゲーマーフレンズか。絶好調ですよね。最悪ですよね。ランク下がったわ。わ、せっかく上げたのに。しかもなんか腹骨しかついてないこの人。ありえない。マジか、つらい。二十歳です。私も永遠の二十歳です。二十歳でビール8本やばくね。回してたやろね。回してた。何を。飲んだくり返ししておりますか。ご容赦ください。本当ごめんなさい。酔っ払ってるんです。本当ごめんなさい。だいぶ酔ってます、私。そしてまだ飲んでます。失礼します。クールゲーム、ありがとうございます。回したて。あ、そういうこと。あははは。オッケー。ごめん、やんちゃん。回したてね。シャンパン5本飲んだけど、二日酔いにならない私は、シャンパン5本。シャンパン5本。でも、萌え1本、なんだろう。萌え1本、あれなんだろう。大きい方。あれな、いくら入っとんやろ。お、二人で飲み明かした日はさすがに二日酔いになった。ゾノンさん酔ってるわ。間違いないよ、石井さん。私酔ってるよ。昨日シャンパン飲んだの。いや、でもね、萌え飲んだ日はさすがに。あ、松本さんこんばんは、いらっしゃい。萌え飲んだ日はさすがにね、なんか二日酔い的なものを経験したことは覚えてる。けどなんか、それ以外で二日酔いになったっていうイメージ、あ、いや、あったかな。ね、ちょっと待って。あ、マッチした。ごめんね、ちょっと待ってね。二日酔いだけど全然気持ち悪くない。二日酔いで気持ち悪くない。あ、切られた。待ってよ。アンポンタンさんこんばんは、いらっしゃい。あれ？待ってよ。酔ってるよ。私今酔ってる。だいぶ酔ってる。酔っ払ってるよ。で、C さんが何？今の、あ、うん、待って。アンポンタンさんこんばんは、はいいね。よし。今の職場いいとこなんだけど、家出るために寮付きの仕事探そうか迷ってる。え？いい、ん？職場がいいとこなら家出るために寮付きの仕事探そうかっていうか、別に今の仕事がいい職場なんであれば、寮付きとかじゃなくて家探したらよくないです。酔っ払いにする話じゃなかったね。ごめん。ごめん、ほんとごめん。酔っ払ってごめん。コーバーちゃんさんこんばんは、いらっしゃい。初見です、ありがとうございます、コメント。酔っ払ってますけど、どうぞごゆっくりいらしてください。アンポンタンさん飲んだくれなんですよ。私今ね、相当飲んだくれです。ごめんね、いつも以上にね、酔っててね、意味がよくわからない発言をするかもしら、しれ、ん？ちょっと待って、いつも以上に発言がよくわからないことになっているかもしれないんですけれども、ご了承ください。よし、
オケ。昨日家族に怒鳴られて落ち込んでる。まあでも家族と喧嘩することってよくあることやないんですかねっていうのは私だけかな。子供3ヶ月だからミルクの匂い嗅ぐと嫁に笑われる。よく言えました。ありがとうございます。ごめんね。酔っ払いなんよ。ほんとごめん。ほんとごめん。悪気はないけど酔っ払い。申し訳ない。子供3ヶ月とかめっちゃ可愛い時期やないですか。鬼もさん。ミルクの匂い嗅ぐと嫁に笑われる。どういうこと？あ、みゆうさんこんばんは。いらっしゃい。言えてないから飲んだくれ。そうそう。アンポタンさん刺して。ごめんね。ほんとごめんね。悪気はないけどね。大変よくできました。グッドナイト。なんだろう。なんだろう。ガイさんかな。おやすみなさい。飲んだくれ。飲んだくれ。みかみ。ぐだぐだ配信にいらっしゃいませーって。挨拶だけだけど頑張れ。ありがとうございます。頑張りますよ。今はまちまちでございます。今月2回目だからちょっと、寮付きなら家賃無料で家具付きのところあるからいいかな。カミカミな。せやさん、こんばんは。初見です。ありがとうございます。すいません。初見なのに私、今、飲んだくれで相当なぐだぐだ状態で配信しております。コメントありがとうございます。いつもはね、こんな感じじゃないんですけどね、だいたい週末ね、お酒飲んじゃうんですよね。ごめんなさいね。自分も酒飲もうかな。飲んでいいなら飲めばいい。飲みましょう。飲んじゃいましょう。怒られるならやめてね。怒られるなら飲まないでね。待て、どうした？僕も今飲んだくれなので大丈夫です。ありがとうございます。カミカミはいつもやで。あ、ほんと？ごめんごめん。いつもやった。ちょ、待て。喉が詰まった。で、どれくらい飲んでるんですか？12時半からね、ビールと、なんだろう、9% のアルコールをね、飲んで、計4本。本数にしたらそんなないよ。怒鳴られた理由が納得いかない理不尽な内容だったからいい加減うんざり。ああ、まあね。でも C さんあれですよ。実家で暮らせるなら実家の方が絶対いいと思う。お金減らないし。ですよ、維新はこちらですか。高須さんいらっしゃい、こんばんは。お久しぶりです。ズノさん大丈夫か。うん、大丈夫。ビール1本、ストゼロ4本目。あ、ヤンちゃんありがとう。そう、その通り。ビールはね、500を飲みました。キリン、今日はキリン、キリンのやつを5本。そして赤い。クマさん、ごきげんよう。ごきげんよう、高須さん。赤いから行かない。で、ちょっとごめん。ちょっと、なんだっけ。こういう時なんて言うんだ。チャンネル登録しました。ありがとうございます。こんななんかグダグダなチャンネルに登録してもらってすいません。ありがとうございます。定時12時頃よりビール1本、ストゼロ4本、グダグダのなくれ配信中、計5本やないか。正解。チャンネル登録ありがとうございます。そしてちょっとごめん、ちょっとだけ席外します。失礼します。はい、すいません、お待たせいたしました。あと一人で300人、あ、そんななる？
ごめん。お待たせいたしました。そうなんだけどね、言葉悪いんだけど、うちの家族揃いも揃ってくず。しさん、そんなこと言っちゃダメだよ。家族なんだから、まあね、いろいろあるけどね。あと一人。あ、ほんと。6本目ね、自然と飛んでくるから多分違う。いや、わからん。起きてるか寝てるかわからないけど、生き延びはしてないですよ。まだね、まだ、あと3分の1ぐらいあるかな。生き延びはしてないです。ただいまです。リバースしに行ったかな。いや、リッシーさん、私ね、リバースしたことはね、一回ぐらいしかしたことがないかな。マイケルが運んでくる。そう、ミカさん正解。マイケルがね、運んできてくれたりすることもある。けどね、今はね、多分ね、パッと見なんか、気づいてない感じだったから、多分運んできてくれることはないんじゃないかな。と思うよ。わかんない。幼少期から蓄積された。あ、まあでも、なんだろう。家出ることで C さんが楽になるんやったら家出る道も考えてもいいかもしれないですね。その無理にいる必要性はないから。あ、マリウリョさん、こんばんは。いらっしゃい。ラズベリーさんだね。ラズベリーさん、こんばんは。いらっしゃい。来ます。今日は酔っ払い配信をしておりますので、ご不快に思われた方は本当に申し訳ないです。私、だいぶ酔っておりますので、ごめんね。ごめんね、としか言えんけど、ごめんね。ただ、酔っ払ってるんだ。事実酔っ払ってる。っていうことしか言えない。ごめん、不快に思った人は本当ごめん。自分は高校の時に一人暮らししました。あ、へえ、高校早くないです？明日も飲んだくれカクテルかって。明日は飲んだくれ。明日はどうかな。でもね、今ね、アンポンタンさんもありがとうございました。またぜひいらしてください。お疲れ様です。なんていうのかな、その、一人暮らし、いいとこ悪いとこいろいろあるけど、その、どっちがいいっていうことはないと思うので、おや？あ、マイケルじゃない？今のマイケルじゃなかった？今日飲んでいるんですか？今日私だいぶ飲んでおります。お昼から飲んでおります。今マイケルいたような気がするんだけど、気のせいかな。18で結婚した。半分。ちょっと待って、オリモさん結婚早っ。飲んだくれ配信中。そうです。私今、だいぶ、やっぱりそうよね。今のマイケルよね。だいぶ飲んでます。だいぶ飲んでます。だいぶ飲んでるかな？わかんない。なんかですね、最近ね、9% が多いやないですか。ストロング系のやつ。6月で2年目。あ、え、鬼もさんめっちゃ若くね？ちょっと待って。マイケルお兄様久々に見る？そうよね。あ、待って。光るトーテム発見。失礼します。20歳言うてはったやん。そう、私はね、永遠の20歳。だから20歳から年は取らないの。やっぱりマイケルだー。
また人のもん壊す。壊すよ、そんなもん。当たり前やん。光るトーテム見つけたら壊すに決まってるじゃないか。違うわ、鬼もさんのことや。鬼もさん二十歳だってさっき言ってたよ。あ、そうなん。ごめん、見てなかった。嫁は10歳上です。あ、へえ。ゾノンさんじゃない。あ、ごめん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 、全然読めてなかった。ほんと申し訳ない。おいもさん二十歳なの？は同い年とか言うちょ待ってごめん、ほんとごめん、ほんとごめん、マジごめん。マイケル激おこ、トーテムのフィギュア欲しい。トーテムのフィギュアね、誰かね、ツイッターでね、すごいリアルなやつ作ってる人いましたよ。まあ、同い年坊って、鬼もさん、末永子。あ、プーさんいらっしゃい、こんばんは。やっほやっほ。二十歳裏山、はいはい、同い年やね。そうそう、同い年だよ多分。逃げろー、間違った、ヤホー。逃げろ逃げろー、逃げろそう、プーさん、飲んだくれ配信にようこそ。私は今日はの、尿意ちくれておりますよ。ごめんね。だいぶ酔っ払ってますよ。あ、トーテム発見。あら？見えたんじゃない？今、私。ジェイク、頑張れ！飲んだくれ、そう、飲んだくれ。プーさんの、私今ね、飲んだくれ。だいぶ酔っ払ってる。あ、パパ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 、はい。はい。嫁は会社の上司です。マジか。え？何その。あ、無防備来た。土曜やから言うてもいいんじゃない。あ、プーさんありがとうございます。土曜、うん、そうね、土曜週末ですからね。カルアミルクなら作るの簡単かな。カルアミルク、カルアミルクはね、ホットが絶対美味しい。あ、いたよ。ノンワンじゃないよね。ただただ3レベ3になっただけでしょ。あのね、Cさん、カルアミルクにね、コーヒーのね、インスタントコーヒーでもいいんだけどね、粉混ぜてね、作るのめっちゃ美味しいよ。10歳差ってすごいな。お兄さん、鬼もさんめっちゃ後輩やけど、奥さんは自分より年上なんか不思議な感じ。つもさん、ホット推ししかわからん、変わらんね。そう。いや、もうね、ホットめっちゃ美味しいんって、マジで。マジで美味しいんよ、ホット。ぜひ飲んで。あ、いや、戻っていくんかい。あ、やべ、見られてる。やばい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 。何それ、どういうことって。カルアミルク、あのね、カルアミルクのあのあるやないですか、市販のやつ。助けた。市販のやつにね、牛乳普通混ぜるやないですか。その中にね、あー最悪や。あー、読めない。キングさんこんばんは。ヘロいらっしゃい。あー、まずい、これはまずい。ごめん出ていい？ごめん出るわ。
彼は一回コーヒー牛乳って偽って高校の同級生に、高校在籍の後輩に騙して飲ましたことあるよって。本当？カルー、カルーアって瓶あるやん。カルーアっていう瓶のやつ作るときに牛乳をまずホットにして、で、カルーアのやつ混ぜるときに、市販のコーヒー、インスタントのコーヒーあるじゃないですか。あれをね、混ぜるん。普通にコーヒー、自分がインスタントコーヒー飲むときの量のコーヒーより半分の量かなぐらいで混ぜて飲んでね、したらね、うまいんよ。そして私、米はどうなったん？あ、ステイか。オッケー。ささやき、バベチリ、簡略、破滅。したらね、なんかね、美味しいんだよ。なるほど、明日カルー買ってこようかしらって、いいと思う。嫁と一緒に飲みたいけど、子供が大きくならないと飲めない。そう、にもさんはね、まだね、3ヶ月ならね、母乳やってるだろうからダメ。母乳やってる時はダメ。完全ミルクとかならあれやけど、母乳で育てるっていうんであれば、ダメですね。コーヒーはちょい足しでいい感じ。そう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 。ジジじゃないと思う。今のはジジじゃないと思うよ。見捨てたからね。そう、コーヒーちょい足し。めっちゃ美味しいよ。しかもホットめっちゃ美味しいよ。そして切られたよね。なんかね、ホットのやつって美味しいよ。普通に。安らぐ感じがしてね。意外と、なんか、しかもなんか、あれなの、カルーアとかではさ、酔わんけんさ。ほっと一息な感じ。二十歳で親父やべえ、自分大学で遊んでばっかおったわ、すごいわなって。人によってはね、いろんな生き方があるからね。二十歳でお父さんになる人もおれば、アルコール飛びそう。アルコール、アルコールを求めて飲むならカルーアやめた方がいいと思う。カルーアミルクでもお酒感を求めるのはちょっとあれかな。とは思うけど、でもなんか気分的にそんな感じになりたくて、しかもちょっと美味しいっていうのであればいいんじゃないかなーっていう感じかな。もうジュースよね。そうそう、ジュースやけど美味しい。母乳あげてるから無理ですねって。もうどうしても、オフ、ごめん。どうしても飲みたいで、どうしても飲みたいで、どうしても飲みたいで、たまらんのであれば、飲む前に一回、お乳取って、飽きられた。お乳取って、保存して、一日分のミルク量を保存できたら、飲んで24時間あげずに、次からあげるとかいう、のはあるけど、させん、あざーす。ジュースだけどねって、バーでバイトしてるときずっとカルーア飲んでましたって。言わないのわかるけど、カルーアミルク好きやねんって、いいよね、噛むなや。あ、すまん。ドズンさん二十歳やのに、なんでそんな詳しいんですか？私は二十歳から年を取らないんです。ごめん、そういう設定なんよ、ごめんね。追加来たんかい、止めたのにって。追加来たなんか知らんけど。でもね、まだね、若干残っとんよ、今飲みよやつ。6歩目飛んできたか。6歩目飛んできた、ごめん、設定言うな。 設定だってさ、みんなさ、じゃあ私がさ、二十歳ですって言ったら新人やろ。二十歳ですって言って信じる？信じないでしょ？嘘やんっつって絶対思うやろ？もうそれやったらさ、設定でよくない？本当の年齢は言わんけど、二十歳っていう設定ですって言った方がさ、まだわかりやすくない？
信じる。嘘やん。クマさんありがとう。相談乗ってくれてありがとねって。あ、本当シーさんよかった。どういたしまして。なんか相談乗ったような乗ってないような酒の話しかしてないような感じやけどごめんね。嫁にピアス開けすぎって言われたって。全然信じてないでしょ。信じてないでしょ。だと思うんだ。二十歳のおっさんやもんねって。もう二十歳のおっさんでもいいやないか。一応女子よ。一応女子、孫ことなき女子のはず。でももうしょうがないよね。いつも愚痴ばっか話してごめんねっていいよ。おっと、信じてあげてもいいけどごめん、どっちでもいいわあのね、なんだろう、設定、本当の年齢は言いません。右4、左2空いてる。右4、1、2、3、4。あ、結構空いてんね。ひど。いや、違うよ。信じるも信じんもその人の受け捉え方やけんさ。じゃあ私がここで今、私、すごいごくごく飲んでるの聞こえた。ごめんね、今飲んでる。新しいの来たけんさ、冷たいうちに飲みたいな、みたいな。あの、なんだっけ。だけんさ、私が今ここで45です、つってもさ、わからんやん、本当のところは。本当の年齢は33です。ブーさん。ああ、そういうこと、夜の分なくなるで、ああ、夜の分考えてなかった。60かもしれんし、36かもしれんもんね。そう、そこなんよ。本当の年齢やらわからんやろ。プーさんの言う通り33かもしれんし、ごめん、ちょっとヘッドセットがね、ずれた。まあ、ゾノンさんがいくつでもいいと思うけどなって、3歳かも。3歳はさすがにいけんかろ。夜の分なくなる私の家のストロング、これで最後。夜は、どうしよう、焼酎もなくなるやなかったやか。マッチしちゃうわ。どうしよう、夜の分ないわ。ああ、どうしよう。うちアルコール跡あったっけ。待って、コンビニにお酒買いに行けばあっちの読みやから、うん、5歳くらいよかって。ちょっと待って、本当後先考えよね。本当よね。待って待って、あ、待って待って、あ、いや、ビールがある。よし、ビール飲もう。いただきまーす。何歳でも大丈夫や。おばはんでもおっさんでもかまへん。かっこ失礼。おっさんやない。おばさん、おばはんって言われる年かもしれんけど、おっさんやない。はぁ、飲んじゃった。さ、行こう。だから止めたのに。ビールしかなくなった。ねえねえ、ビールよりさ、ストロングの方が飲みやすいと思うの私だけ？全然ビールの方がさ、アルコールのパーセンテージは低いのにさ、ストロングの方がさ、全然飲みやすいんやけど、どういうこと？なんかビールってそんな立て続けに飲めんよね。自分の誕生日3月です。3月。ナースだ。私の誕生日12月です。誕生日？誕生月？やばい、怖い。あ、トーテムがあった。ノーマルやけど。
ロング一気飲み、一気飲みはせんけど、飲んでる。あと、え、あ、300人いった？マジで？あ、ありがとうございます。300人、チャンネル登録者数300人突破したんかな？ありがとうございます。皆さんのおかげです。これからも頑張っていきますので、お付き合いよろしくお願いします。ごめん、酔っ払いでごめん。ほんとごめん、酔っ払いでごめん。300人いったのか、こんな配信でごめんね。うまくもないのに。いやん、怖い。誰が追われてんの？300人突破記念で歌やら聞きたい？飲んだくれで300人突破ありがとうございます。ほんとごめんね。ほんと飲んだくれなんやけど。しかもさ、米稼いでないし。あ、しかも棚とついとうやん。夜になったら3人になってたりしてて。聞きたい聞きたい。あ、ほんと聞きたい。音痴よ、音痴な上に酔っ払いやけん余計音痴よ。ストロングの息飲みませんけど、あ、本当は夜の分のお酒ないわ。ショック。歌ったら録音したいもんと入れる。ちょっと待って。それはちょっと待って。それはちょっと待って。お、ナイスー。297人、一気にチャンネル登録減るのか。よし、行こう。夏メロ、夏メロ、怖えー。うわ、バカ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 、お前バカ野郎。これですよね、ダメやん。だからまだ夜も飲みたいなら後で買いに行けばいいんじゃないって。昔の歌全然知らない。昔の歌、そうよね、知らないですよね。最悪な展開やねこれ。あー、最悪、これは最悪すぎる。バカ野郎がゆるキャラっぽくて可愛かった、ありがとうございます。いや、これは最悪やね。あー、マジで悪い。バカ野郎って全盛期に戻ったか。買いに行くにも運転できんもんね。そうなんよ、運転できんのよ。あ、なんてこと。なんこのナースありえんやろ。近くにないの？近くにないことはないけど、歩いていくにはちょっとたるいなっていう距離。枯渇。チャリンコ、チャリンコに、チャリンコに乗ってまではいかないかな。もうビールで我慢かな。ビールならある。ビールしかない。来るなよー、もうここで死ぬのがいいよ。これは、そう、飲酒運転はしたくない。あ、おにもさんありがとうございます。チャンネル登録。キャンパーとはきついな。うん、キャンパーやったね。しょうがない、捕まった私が悪い。マイケルの運転では、ま、あ、ごめん、マイケルも飲んでんだ。二人で飲んでるからね。ワンチャンマイケル、いや、ダメダメ。マイケルも飲んでる。
だけん夜飲むならビールか焼酎。でも焼酎ももうないかな。やんちゃん正解。マイケルのが率先して飲んでる。そう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 、日頃マイケルの方が飲んでるからね。死んだ。そう、私よりマイケルの方が飲んでるんだ。マイケル？あ、旦那？米がなくなった。お米。私のお米がなくなった。つらい、まあ。マイケルってご主人が。そうなんですよ、マイケル。あのね、前にね、配信中にね、無言でね、なんやろう、すぐに声かけることなく、後ろに立ってたことがあって、マジマイケルやんっていう。あれ、狡猾ない、狡猾なかったね、消える米。そう、マイケル見てるですね。マイケル見てんのかな。さっきは見てなかったけど、どんなんやろ、わからん。見てないかもしれんけど、知らん。でもほら、なんやろ、声は聞こえるけんね。見てるかもしれない。それは知らない。自分も DVD してるけど、キラーが楽しい。あのですね、キラーはですね、私のなんて言うんだろう、すごい黒い部分が出すぎてお腹減った、わかるしさ。でもね、お酒飲んでてお腹減ってない部活終わりました。醤油男爵さん、こんばんは、いらっしゃい。こんばんはです。あの、酔っ払い配信にようこそお酒って惜しいし、ゾノさんのお酒で胃の中タプタプ。そう、美味しいんですか。お酒はですね、美味しいですよ。まずくはない。ただなんていうんかな、どういうんかな、お酒はどうなんやろうな。私は美味しいと思うけど、まずいって思う人もいる。笑っとって吹いた。何笑ってんて。クスクスクスって。外に出ると冷めるから買いに行けるでしょうって。まあ、好みは人それぞれ。そう、Cさん、それ。好みは人それぞれ。美味しいと思う人もおれば、美味しくないと思う人もおるし、飲みたいと思う人もおれば、飲みたくないと思う人もいるっていう。ごめん、あんまり言えてないけどね、そんな感じなんですよ。お酒はね、いいものでもあり、悪いものでもある。ダメだ、酔ってる。お酒の種類もいろいろある。そうなんですよ、お酒の種類もいろいろあるしね。ビールを飲む人もおれば、焼酎を飲む人もおるし、ワインを飲む人もおれば、なんだっけ、日本酒を飲む人もおる。ズムさん怖って。嫁がイチャついてきたって。いいやないか、うちはお酒ちゃんぽんするからなって。ちゃんぽんもいいと思いますよ、いろんなお酒。私も基本外で飲むときはいろんなお酒を飲むし、なんだろう、あ、ポイントついてた。なんだろう、外で飲むときはね、こんなに酔わないんですよ、逆に。笑い方が酔っ払い。だから酔っ払いって言ってるじゃないか。相当酔ってるんだよ、私は今。酔っ払いですよ、酔っ払いです。
ぶっ壊れてる。ぶっ壊れてるっていう。いや、でも結構酔ってる。だってまだ読んでるホラーを感じるわ、ズノさんって。ごめんね。八方美人だもんねって。うん、そうかもしれない。八方美人かな。でもね、なんだろう。私がね、もうね、嫌いって思った人はね、もう嫌い。だからね、八方美人の中でもね、嫌いな人には冷たいかな。とは思う。あ、醤油男爵さん。言えてなかった。醤油男爵さん、ありがとうございます。なんだろうね、嫌いって思った人には嫌いなんだよ。嫌いな態度しか取らないからあれなんだけど、その嫌いになるまではちょっと醤油男爵サイコパスの笑い方々嫁がかまってちゃん、いいやないっすか。私かまってちゃんにはならないからね。あー、やばいな、酔ってきたなあー、カポンさんこんばんは、いらっしゃい。そう、なんかね、嫌いってなったら激しいんですよ。嫌いってなるまではなんかそういう風にならないように努めるようにはしてる。ただ嫌いってなったら激しいから、お風呂入りながら見させていただきます。カポンさん、ゆっくりお風呂で癒されてください。やめとけやめとけ、あんま言うのってわかった、言わんよこ、言わんよ、言わん、言わんどこ、オッケー。いや、覗かないでいっち、変態って。カポンさんのお風呂を覗く趣味はない。そう、私ね、カポンさん飲んだくれなんですよ、今。もう喋るなもう喋るなって言われた。わかった、ちょっと黙るわ、ごめん、黙る黙る。今日いろいろ聞いたらめちゃくちゃ滑りそう。うん、じゃあマジであかんこと言うで、そのうち会ってくれよ。どういうことや、もうそのさんダメだって。コメにだけ反応しとき、わかった、コメにだけ反応しとく。ごめんね、みんなから止められるんで、コメにだけ反応します。ということで、ちょっと無言になるよ。コメントを入れてください何かあればやばい、よっとーわー約2名が、そうそうそう、最近悩みがあるのですよって。カポンさん、なんか悩んでるの。ペイちゃんこんばんは、いらっしゃい。最近友達から離婚したって言われて、なんて返したらいいのかわからないって。集団職って言った時点で集団職とか言った、私。え、でも友達から離婚したって言われたらお疲れって言うしかなくない。マッチしないね。なんやろ、友達から離婚したって言われたら、そっか、お疲れって言うけどな、私は。それ以外の言葉がない。そうね、お疲れしかないよねって。そう、しかなくない？お疲れって言うしかない。それ以外の言葉が逆に見つからん。お疲れって言う。だってなんかもう、離婚するってね、いろいろあったやろうし、もう。何も全容を知らんくても、もうお疲れしかない。お疲れっつって、もう大丈夫かっていうしかないんじゃないかなとは思うな。それ以外のことはないな。最近の悩みが、家に帰ると、なんじゃカッポンさん、ごめん、そろそろ落ちますね。ズノさん、酔っ払いながら頑張れて。 C さん、ありがとうございます、お疲れ様でした。
お疲れもしくはこの先また楽しめとか。あ、まあね。離婚ってネガティブなものばかりじゃないしな、前向きな離婚もあるしって。そう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 、離婚のね、理由にもよるし、その、なんだろう、前途を知らん限りはもうお疲れ以外の言葉は見つからない。ただそうやって言ってきたっていうことは何かを聞いてほしいのかもしれないから大丈夫？って聞くぐらいかな。クマさんまだ寝ないよって。そう、だから、なんかな、ネガティブな離婚もあれば、なんかもう、いやもう完全無理ですって思ってね、家に帰ると足が臭い。カフンさん ごめん、笑った？洗え、風呂行け。落ちますと寝ますとも読み間違えましたって ラーメントークしたかった。あ、やべえ、めめきた。離婚の理由聞いたけど何とも言えないって、ポンさん足洗えって。今24歳で DV されて離婚して3歳の娘持ちのシングルマザーの私って終わっとるのかな。いや、終わってないよ。24とかまだまだ先がある。ラーメントーク。足臭いのは深刻。足臭いの何やったっけ？何やったっけ？何やったっけ？なんかの水で洗えばいいんよ。何やったっけ？違う。酢酸？違う。何やったっけ？足の匂い取るの。何やったっけ？ああ、出てこー。何やったっけ？薬局で買えるんよ。薬局で買える6個の美味しい水、違う。水素水、違う。何やったっけ？足の匂い。酢酸？違う。何やったっけ？うわ、くっそ、酔っ払って思い出せねえ。何やったっけ？なんかあるんよ。なんで俺だ。ホルマリン、違う、ホルマリンとかじゃない。やべやべ、ドキドキ出した。何やったっけ？違う。何やったっけ？なんかね、あ、そんなんや、スースーするやつ。ナース。待って、バレてね。何やったっけ？なんかスースーするやつ。スースーするやつのなんか薬品。何やったっけ？バレてなかった。アンモニア？違う。塩素？違う違う違う。何やったっけ？スースーするやつ。何やったっけ？わ、出てこー。待って、私酔っ払いのせいで何も思い出せん。ちょっと待って、何やったっけ？チョコミント違う。バンテリンじゃない。何やったっけ？なんかね、スースーするやつ。重曹？あ、重曹。重曹もいい。重曹のね、その水と重曹を混ぜたやつもいいし、あともう一個、何やったっけ？もう一個、違う、何やったっけ？ミントじゃない。知らず知らずに外反母趾。こんばんは、いらっしゃい。コメントありがとうございます。ありがとう。何がか分かんないけど、酔っ払ってなくても乗せて猫、ね。そうやろうね。 待って、何やったっけ？は？なんか今、なんかどっかからか聞こえた。何やったっけ？重曹じゃなくてもう一個なんかあるんよ。何やったっけ？ああ、思い出せ。何やったっけ？ちょ、ごめん、コメント応援は。何やったっけ？何やったっけ？あ、なんかスースーするやつ。なんかスースーするやつがあるんよ。あ、トーテムがある。オキシドール？違う、オキシドールじゃない。あ、コープンさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。また来てくださいね。
メンソレダム。あ、716アキムさん、こんばんは、いらっしゃい。違うんですよ。そういうのじゃなくてね、なんかあるんですよ。スースーするやつ。なんだっけ？うわ、くそ思い出せん。なんやったっけ？マジで思い出せん。なんやったっけ？なんかね、めっちゃスースーするやつあるんですよ。違う。なんやったっけ？なんやったっけ？マジで思い出せん。わあ、思い出せ。何やったっけ。なんかね、めっちゃスースーするやつ。くそ、本当に思い出せ。マジで悔しい。何やったっけ。何やったかな。何やったかな。マジで思い出せんな。何やったかな。わあ、わあ、何やったっけ、もう何やったっけ、何やったかな、もやもや眠り薬品、何やったっけ、もう、やばい、これはやばい、わあ、最悪や。勧誘違う、一番お風呂違う、ミンティアは夢の、のりさんこんばんは、いらっしゃいです。なんだっけ、なんかあったんよね。なんやったっけ、全然思い出せん。はあ、くそ、なんやったっけ、違う、なんやったっけ、バーユーじゃなくて、なんやったっけ、あ、全然思い出せん。エアサロンパス違う。エアサロンパスじゃないな。やったかな。なんかね、スースーするやつなんですよ。あ、それはスースーするみたいなやつ。なんやったっけ、出てこーん。調べたいけど知りたい。わからん。どうでもいいかもしれん。ごめん。酔っ払いのたわごとやけん。もう聞き流してもらってもいい？ごめん。ほんとごめん、なんかごめん、なんやろ、ごめんね、なんかデトバ自体は相当出てこないのでモヤモヤする、モヤモヤするよね。なんか悲惨な目にあっとうけど、全然、なんやろ、違うと思う。醤油さんのは違うと思う。タイガーバーム。あ、元さんこんばんは、いらっしゃいませ。何やったっけ、何やったっけ、全然思い出せん。そしてもう私はなんかもう何やろ、出戸場に全然集中できてない。じゃあ教え、何やったっけ、待って待って、あそこで倒れた人がおる。そして私はなんかちょっともう、あ、倒し、助けて、あ、倒れ、吊るされたか。ありがとうございます。粉？粉やったかも。何やったやか。もう待って。全然思い出せん。ちょ、待って。金管アメルツ違う。何やったっけ、全然思い出せん。あ、え、めめられてない、めめられたよあの人。あ、Cさんありがとうございます、お疲れ様でした。やったっけ、全然思い出せん、なん、全然思い出せんし、あと1個の発電機が。バンテリン、バンテリンとかじゃないんやけどな、なんか、いた、
いたのにする。見てない、ごめん、やっちゃん。ブブ、ごめん、マジごめん、酔っとんよ。わ、めめられた。やばくないこれ。ごめん、何のことかわからん。そしてもう私死にそうです。やべえ。あ、のりさんありがとうございます。すいません、用事があるので失礼します。ありがとうございました。お気をつけてくださいって。誰か倒れとる。おこおこ、ごめん、マジごめん。グランズメディってのが出て、グランズメディ知らんな、なんだそれ。ごめん、もう出ていい？ごめん、出るわ。お疲れ。すまぬ、出る。のままできた。メスの声出しとる。メスの声って何や？メスの声って何のことや？そして、ちょっと、失礼します。すいません。お待たせいたしました。ステイか。ノーワン、メスの声。何言っても違うって言われそう。カンニングツ、ちょ待って、いろいろ言えんのやけど、どうしたらいい？集中。いや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 、何やったっけ、全然思い出せんねんけど、何やったかな。なんかね、その足のうん、匂いに対してなんかいいっていうのは聞いたことがあって、カンニングしてないんだよ。カンニング今からしていい？ごめんね、答え聞きに、ごめん、答え聞きに行ってない。酔っ払いすぎてごめん。ちょっと待って、今からググるわ。ごめん、コメント読めんわ。違う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 、あー違う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 、あー違う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 。ちょっと待って、重曹、やっぱ重曹なんかな、違うよね。あ、切られたね。ちょっと待って、はい、酸化。なんかね、すごいね、いい薬品的なやつがあったと思う。重曹と、重曹も確かにいいって言われたのに。でもでね、重曹ともう一個なんかね、妙盤出てきた。ドクターフィッシュ。ドクターフィッシュがあれ。あー違う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 って、何して。歌の豚骨スープ作りに行ってきます、子供たちとお風呂。釣り師さんありがとうございます。ごめんね、酔っ払いで、ほんとごめん。もうね、重曹と妙盤、妙盤。ポンさんもうおらん。あ、ポンさんも、ポンさんもうおらんの？ほんと。そら失礼しました。そういう、ポンさんだって、
家帰り着いたけお疲れ様でしたって言いよったもんね。んなんで私はこれを出した釣りさんもありがとうございました。行ってらっしゃいです。ごめんね、ほんとごめん、酔っ払いで。オキシドール、オキシドール、まあなんだろう、結局ね匂いの原因って雑菌だから。デブ氏も酔っ払いなので楽しんで見ていますよってありがとうございます。そうなんですよ、だからある意味無意味なやつ。そっかそっか、そうだったのか。しょうがない。尿板ってタンスの防虫剤の主成分。そう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 。がね、足にっていうか、その、なんだろう、水とそれらを混ぜたやつに足つけて、これでマイクラしたら変なとこ掘りそうって。そう、マイクラするとき基本的にね、グダグダなんですよ。で、私のお父さんとお母さんとお兄ちゃん今日いるかどうかちょっと不明なんですけど、私とお父さんとお母さんにですね、いつも手伝ってもらって、マイクラをさせていただいてるんですけど、そう、抑止剤、シッカロール、田中二郎さんこんばんは、いらっしゃい。シッカロールは違うんですよ。足の匂いとかじゃなくてね、あのね、化粧するときに、なんだろう、油って言うんですかね、油分防止に結構効く。薬をつける、薬を発火AQQQRM さんこんばんは、いらっしゃい。発火、うん、発火もいいっていうね。確かに発火もいいって聞く。ただそのなんだろう、やったことはないけど発火もいいって聞く。ただそのなんて言うんだろう、何の話をしよったか忘れたごめんね、酔っ払っててね、全然ね、いつも以上に記憶力がないんですよ。ロマってた人たちが見かねてさんにありがとうございます、ごめんなさい。あのね、なんだろう、酔っ払っててねマジで申し訳ない。こんばんは、発火じゃないんですね、じゃあ分かんないですねって。いや、なんだろう、何の話からこんなんなったん、初コメかって頭すかすかすすかすかそう、もうね、酔っ払えないよ、ごめん、本当に本当にごめん。結構初コメの方いらっしゃるんですけど、どうぞいろいろコメントしてください。私今ね、カッポンさんの足、そうそう、カッポンさんの足が臭いっていう話よね。そう。だけどね、重曹と発火もいい。そう、発火もいいよ、発火。ただし、相当ススする。あ、発火かもしれん、私が思いよったやつ。ごめん。ポンさんが足が臭いって、そしてそのポンさんはおらんのやろ？マジ、もうダメやん。そう、あのね、発火めっちゃいいよ。発火ね、なんかね、一滴入れただけでも相当スースーするから。で、私なんか今飛んだ臭いね。もう直していいかな。ごめん、ヨットってさ、よくわからんのやけど、ブレブレ。そう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 、あ、ルインあるわ。発火って、あ、ん？発火、そう、飴もあるよ。飴もあるけどね。発火ってあるんで、発火油っていうね。ただ、発火っていうの、なんだろう、液体が薬局に売ってあって、それをね、重曹と一緒に混ぜたらね、その、匂いに効くっていう。
実際にやったことはないからよくわからないんだけど、でもハッカ自体が相当効き目があるんですよ。ちっちゃい頃ハッカ飴大好き。そう、実際のところはやったことないけん、その匂いに本当に効くかどうかは知らんのやけど、でもね、ハッカ自体は相当スースーするだけん、夏でクソ暑い時とかにやったらいいんじゃないかなとは思う。で、私はハッカ飴大嫌いです。知らんのかい。そう、知らんのかい。知らん。私自体はね、ハッカが嫌いで、ハッカの飴とかも嫌いやし、サマーサクマドロップでいいの、これは。そう、サクマドロップもね、ハッカだけおいらだけでやっちゃう。やんちゃんごめん、わざとじゃない、わざとじゃないけど、スルーしとったならごめん。やんちゃんのだけスルーしとるとかいう悪気はない。全グレートハイドンクって、そう、ハッカ嫌いなんよ私。あの人放置してない？ごめんやんちゃん、ごめん、ほんとごめん。戻ってる？戻ったね。あとでお仕置き、パパとママからのお仕置きが。そうそう、サクマドロップってホッタルの墓のやつでね、ほんと気にしてないよっていじろっとしただけって、あ、ごめんね。わざとやない、わざとやないけど、だいぶ酔っとるけん、ほんと申し訳ない。わざとやないだけは信じて。あんなにハッカ褒めていきなり大嫌いいや、ごめん、ハッカ好かんのよ私ね。スースーするやつ基本的に好きやなくて、だけなんやろ、ミント系も好きやないんよ。なんだろう、お菓子でミントのさ、チョコミント嫌い、チョコミント嫌い。だけなんか最近さ、前チョコミントすごい人気やん、なんかいろいろ出てるけど、チョコミント嫌いなんよね。だけガリガリ君とかもチョコミント味とか出とるけどさ、誰が食べるんやろうって思いながら買わずに見てる。チョコミント嫌いなんよ私。美味しくなくない？美味しい？あれチョコミント、キュッキュッ、僕激怒だ。醤油男爵さんごめん。でもね、私あんまり好きやないよ、ごめんね。何回食べても美味しくなくて、何回かね挑戦したんよ、でもダメやった。オイラは好き。ああ、そうなんや。やっぱね、好きな人は好きって言うんやけどね、私はねチョコミントね、どうしても好きになれんくて。チョコミントは意味わからん。そんな可愛い声で言われたら美味しいとか言えへん。いや、すいません。まあ、好き嫌いはしゃあない。そう。でもね、私どうしてもね、チョコミント好きになれんくて、なんか、あれ美味しいん？チョコミントって美味しい、美味しいと？全然ね、美味しくない。オイラ、もっとオイラにチョコミントを分けてくれって。音？近くにいるぜ。チョコミントっておいしい？
よし、300人突破、チョコミント配信。チョコミントはゾノさんのこと好きかもしれんのに。本当？チョコミントって美味しい？お、ナイス。でもチョコミント美味しいかな。元気玉のオラに元気を。おお、早い。僕に本当って返されるとは思わないな。ごめんごめん、あのね、ボケとかってわからんくてさ、普通に返してしまうよね。申し訳ない。でもそのあ、背中にチョコミントついてますよ。チョコミント、いやいや、みんな一緒とか無理かろ。この人ボケ殺し。ほんとそれ、ほんとみんな気をつけね。でもボケるつもりやったらほんとごめんけどね、なんかね、悪意とかなくてね、普通にね、殺してしまうんよ。は？バー！あー！痛い！完全に出来上がったゾノさん、めっちゃ面白い。ありがとう、面白い、ありがとうございます。でもちょっとテンション戻ってきた。戻ってきた？本当？ボケ封じ的な。ボケ封じ。ボケ封じをしようとは思ってないんよ。でもヨットよ。ゾノさん安心してください。私のここ空いてますよ。コマさんいらっしゃい。こんばんは。ごめんね、酔っ払いで。そしてさ、もうさ、6時44分とかなっとんやん。私5時にきっかり始めたよね。やばくない？時間が経つの早いんやけど。まだ3個しか発電機ついてないんやけど。始めた？何が何が？あ、死んだ。5時ジャスト。あ、ほんと？ 5 時ジャストに始めた？もう6時45分というか、つったらさ、さてはみんなのボケを集めて後で放出するつもりかなって。そんな力量は私にはないよ。ほな夜もやろか、無茶ぶりって。あね、プーさんね、今日ね、夜ね、あの何、マイクラをしようとは思ってるんです。ただ本当にやるかどうか、あの何、みんなのあのすごによるので見てですけど、一応ね、夜まあできたら9時ぐらいにはマイクラしようかなとは思ってます。からよろしければ、本当にやるかどうか見てですよ。え、ほんまにやるなら見に行くと思うで、本当ありがとうございます。でもね、本当にやるかどうか見てです。見てですよ。みんなって言う、うちら OK なんやし、存者次第。そう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 、私次第。私が酔いつぶれて寝ない限りは、とりあえずね、この後はね、一回、はーん、怖いヤンダさんたちと、そうそうそう、ヤンちゃんとクマさんは確定で、あのね、お兄ちゃん役のね、はぁ、お兄ちゃん役のね、お兄ちゃん役のね、あの、なんだっけ、なんだっけじゃねえよ。お兄ちゃん役のね、あの、あ、まあまあまあ、お兄ちゃん役のね、なんだっけ、
信長さん、ノブリン、ノブリンができたらみんなでする。期待せんとこだけど気分で決めてって。うん、ありがとう。なんだっけはダメって。ごめん、名前が出てこんかった。やんちゃんとくまさんとのぶりん、お兄ちゃん、ごめん、普通にごめん。お兄ちゃん役なんか、マジごめん、悪気はない、悪気はないけどね。お兄ちゃん役なんだよ。一緒にやる人ってどういう関係なんですか？仲良くなった人と、なんだろう。アボフス。密告しとこってやめて、やんちゃん。密告はやめて。どういう関係？どういう関係？なんだろう。どういう関係っていうのかな？仲いい人。友達？ゲーム友達？説明が曖昧でさらに疑問を呼んでいく。要するによくここにいる人、まあ、ここにもいるし、開いた。どうしよう。お友達、じゃあ、オープン国。オープン国？何何？あの人助けれる？あ、出た。ん？傷ついた？ちょ、待って、どうなった？大人の関係ですよって、大人の関係とかいうそういうなんか感じではないけど、でも仲いい、仲良くさせていただいてる人。ほい、逃げるぞ、あっちだ。密告ダメ言うたから。密告ってだってなんか聞こえ悪くない？あれ？おい、どこ行ったあいつ？あっち釣られとるやん。は？密ダメ、オープン丸。は？どこ行ったん？あ、もういいや、ごめん。ゾノさんも皆さんも未成年なんですかって。私は永遠の二十歳なので未成年ではありません。お酒も飲んでおります、今現在。わーお、出ていい？もう出てよくない？ラスト一回したいんだ。出るわ、ごめん、ごめんね。漆黒、漆黒、なんか痛くなってていい、ありがとう。うちも未成年じゃないよ。未成年の人もいるかもしれないけど、私は未成年ではありません。永遠のファンタジーだと。あ、お米もらった。ラストファイを頑張ります、ラスト。だからまあこの後いろいろやって、まあ9時からマイクロ配信できたらいいかなとは思ってますが、しかし大胆とか無理やもんな。ラスファイ、ありがとうございます。未成年じゃないよ、アラサーだよ、アラサーじゃないよ。あら、あら、違う、永遠の二十歳。
マイクラも酔いながらか。うん、ごめん、マイクラも酔いながら、そしてあのマイク触った、ごめん。あら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 、アラウンド何歳かはわからない。あぶね、あぶね。そう、アラウンド何歳かわからんけど、二十歳は二十歳から年は取らない設定なんです。めんどくせえと思ったら、マイクラもゾノさん飲み続けるんかいって。飲み続けるか、飲み疲れたらコーヒー飲むかな。とりあえずお酒なくなったから、なんかビールか、ジンビーム、ジンビーム美味しくなかったよね。まあなんか飲む。ピッチピチの二十歳やから、そう、ピッチピチの二十歳やから、ピッチピチとかよくわからんけど二十歳やから。ごめんね、めんどくせえと思ったら、もうあの低評価をしてもらって大丈夫なんで、大丈夫ですよ、大丈夫です。最高、切られた。はぁ、切られるなぁ、ラスト1回なんやけどなぁ。楽しそうで笑えてます。お酒飲んだ時って楽しくないです？はっ、お酒飲んだら楽しいよ。っていうか、もうお酒飲んだ時ぐらい楽しくいかんと面白くなくないです？あー、週末の配信ってこんなに面白いんだ。たまたまです。元さん、たまたまですよ。あのね、こんなに酔うのはね、そんなにないかとは思いますけど、でも、なんかね、今日はお昼から飲んでしまったのが悪かったですよね。申し訳ありません。気をつけます、次から。いや、気をつけても多分飲むやろうな。もう数年飲んでないけど、久々に飲みたくなったって。プーさん、飲んでもいいよ。飲んではどうかいい。飲んだらハイテンションになるからね。そうそう、飲んだらハイテンションになるよね。いや、でもさ、飲んで楽しくないと飲む意味よっていうね。楽しいから飲むんじゃないの？とは思う。楽しいお酒が一番ですよ。とかね、飲むことを肯定していくけどね、飲んじゃダメな人も世の中にはいるけど、何とも言えないんだけどね。まあでも飲んだら楽しくなりたいよね、とは思う。ラストマッチ来ないかな。とりあえずあと1個米を回収したいよね。テンションがうざい。でもかわいい。テンションがうざい。ほんと？うざい？ごめん。テンションがうざいか。そっか。そっかそっか。でもかわいいって、飲みすぎ注意だね。テンションがうざいは笑った。ごめん。気をつける。テンションがうざいか。そっか、うざいか。気をつける。じゃあ、なんだろう。テンションがうざいっていうことあれやね。低くしたらいいってことやね。でもテンションがうざいって何？低くしたらいい。低くしたらいいってことは喋らんかったらいいってこと？うん。わからん。まあいいや。ごめん。あ、出とる。アホ、いや、おもろいからこのままで。ほんと、え、どういうこと？いいんか。わかった。テンションがうざいか。そうか、テンションがうざいか。まあ、アホが出とる。戦場カメラマン張りに？戦場カメラマン張りに？戦場カメラマンってあの人やろ？最近出ないよね、あの人。また戦場に行ったんかな？マッチ戦になった。
アホが出とる。アホが出とるのはしょうがないよ。もともとアホやもん。名前が出てこんかったから。なんとかさん。なんとかさん。わからん。まあいいよ、わからんで。あの人ばりにテンション落としてみたらって。あの人ばりにテンション落とす。あの人でもさ、なんかさ、トーク自体がさ、ちょっとさ、何ゆるい感じの話し方だったよね。ちょっと、何はプッサン名前出しちゃダメ。いや、無理くね醤油男爵さんを醤油男爵はあかん。そうよね、ほんとごめん、人の名前間違うのはね、まずいと思うよ。でもね、口がね、まめらんのよね、モザイクかけて。そう、モザイクかけて、モザイクかけれんからごめんけど。あ、マッチした。よし、行こう。ラストマッチです。頑張りーます。ひひ。一応消してみた。あ、ありがとうございました、プッさん。ごめんね。なんかその固有名詞出したらいけんような気がしてさ。やべ。これ、プンスかプンスか。醤油男爵さんごめんね。消せた。よかった。これさ、バグってない？大丈夫？バグってない？バグったんじゃない？これキャンセル押したら大丈夫かな？若干バグ。いやね。出れる？これ。やべえ、出れんかも。わあ、うざーい。ゆいが映っていく。プさんごめんね。一緒に言おう。ワンちゃん適当にボタン押しといたら治る。めっちゃ押すけど治らん。あー、キャンディーさんこんばんは、いらっしゃい。治らん。助けて。あ、さすが。青画面失礼します。ジッツ、ジッツ。はあ、助かった。アイアンちゃんありがとう。どうするこれ。これどうしたらいい？さすがお仕事が早い。あ、さすがやね。早すぎてびっくり。はあ、何今の早技。かっこいいわ。やばい。やばい、仕事にさすがや、ほんとや。千葉ジッツ負けたからモンストノーブもらんやないかって。何の話や、わからんけど、やんちゃんありがとう。まとめて、挨拶すいませんってもらいながら言うやないや。ごめん、やんちゃんありがとう、助かった。さすがや。びっくりした。いや、早すぎて相当すげえ。イケメンやね。あ、来た。ありがとね。マジ助かった。そして赤なのでいきません。あー、7時になったね。ラスト1回行きたかったけどね、こないだやってもらったしね。あー、いや、まあ、確かにしたけど、ありがとう。ハッピー、ハッピー。さあ、ラストマッチ行くかな。
これは一回終わる系女子。そう、ですね。これがラストマッチですね。ラストするのまさかの終了。これで終わろうと思います。なんで、これを、がラストマッチですね。これで終わり。マッチした。なんで、これで終わりです。なんで、これが終わったら、終わりですね。さあ、頑張ろう。マクミランエステート。さあ、ラストマッチですよ。頑張りますよ。ふぅ。ラストです。頑張ります。終わり、言いすぎてよくわからない。これでラストです。これがラストマッチです。で、ファイト、ありがとうございます、キャンディーさん。頑張りますよ。ごめんね、酔っ払いで。最初から最後まで酔っ払いでごめんね。酔いが収まるどころか酔いが深まるっていう、キラーに親切りされて終わったりして。うん。あ、トリスさん、お帰りさん、お帰りなさい。ラストマッチです。よろしくお願いします。まあね、定例のラストといえばっていうやつですよね。酔っ払ってないよ。酔っ払ってるよ、キャンディさん。だいぶ酔ってるよ。やばいよ、この酔い方は。酔いすぎて、ちょっともう、ちょっともうよくわからないぐらい酔ってるから大丈夫。ドクターか。はい。オッケー。ラスト頑張ります。ケバブは嫌です。ルイがりまーす。ケバブは嫌だ。ルイ探したい。一個ノーマルトーテム発見した。ナイスなんだろう。酔いすぎて焦点が合わんよね。ナイス。ねねあちゃんは追われてるのかい？これは。追われてるね。はあ、追われてんねえ、がっつり。はあ、うふふふふ、なぜ私に来る。ミカさん、その通りですよ。焦点を割には結構、間違えた。結構、あ、ほんと、うまい。ありがとうございます。もううるさ。ごめん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 。気をつける。さっきのとこもうちょっとで着きそうやったけ、戻っていいかな。よし、戻ろう。フォフォうるさいとか言わんでー。頑張るよんよ。あ、蹴られてるわ。オーバーチャージありませんように。あ、蹴られたね、あーちゃん。
ははは。ほ？やばい。いや、両耳。やす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 、痛いっす。お、お手は来んのか。他のプレイヤー、まさか酔っ払いが走ってるとは思ってない。まあね、そうよね。普通はね、酔っ払いとか思わんよね。ごめんね。酔っ払いが混じっとって申し訳ない。でも、それがゲームだ。それがゲームというものだよ。わあ、俺追われてるわ。それがゲームだ、悟り。いやでもさ、ゲームとかさ、ゲームなんやけんさ、どんな人がしようかしようないかとかわからんくない？え、ハマってる。申し訳ないね。ん？あれ？ん？いやでもさ、ゲームってさ、なんだろう、いろんな人がやってるわけであってさ、学生だったり子供だったり大人だったりがするものであってさ、定義ってないからね。わお、謎の一人称変更。そして叫ぶ私やね。やはりおっさん、おっさんではない。だがしかしやね、もうおっさんではないけどさ、あいやー、やばい、範囲内だ。痛い、痛い、痛い。無理、これ。無理、無理。じゃあ、かわいいおっさんで。あれ、ブロックされてるって、どういうこと？ブロック？わかんねえ。ブロックなんかしてないよ。やられた。さすが最後やな。ドクターのバベチリ、バベチリかな。あんま見てなかった。でも最後にドクターとか、オイラのだけ本当に全部カレーにするね。ごめん、やんちゃん。わざとやないよ。わざとやない。申し訳ない。本当にやんちゃんのだけスルーしようんやとしたら申し訳ない。ただ、やんちゃんのスルーしてるとするならば、なんかやんちゃんの、あれやな。なんやなんや。なんやなんや。ちょっと待ってね。ごめんごめんごめん、ほんとごめん、やんちゃん、ごめん。わざとじゃない、わざとじゃないよー。
はあ、そうか、うちのせいか、違う。え、照れ隠し？照れや？期待通りサスプロやで見せ方は分かってる。マジか。マジか、マジか、どっちもつや。私が正気を戻す間に何が起こった、これは。いやいや、お願い。二人ともお願い。いやもう本当お願い。いやもう本当これはお願いだから、回復だけはしとってくれんな、マジで困るやつ。ごめんね、コメント欄一気に見れんくなった。おるね、叫んだね、申し訳ないね、これは無理やね。バレた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 。痛いわい、もう。あ、最悪。酔っ払いに込めの終わってないんかい。死んだらはっちゃんけん、最後まで見届けたいのですがって。あ、ペーハー、ペーちゃんこんばんは、いらっしゃいって言ったっけ。それすら覚えてないわねえ。チェスヒットって、ペーちゃんありがとうございました。お疲れ様でした。そして私もこれで終わります。やんちゃんごめん。後でマイクラしよう。ごめん。いらっしゃい、帰るのに。ほんとそれよね。全然覚えてない。ペーちゃんに私挨拶したっけっていうことすら覚えてない。ほんとごめん。安定のジジイありがとうございます。最後はこんなもんなんです。ごめんね、あー最悪や。やばい、死ぬ。死んだ。死んだ。はあ、全然ダメや。プーさんありがとうございます。パチ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 、なんかしとっけ私。あー、ポイントも少ねー。あ、ステイよかった。バウェチリ、腹痛、苦悶、破滅。脱出できてない。脱出できてないです。ということで、今回はここで終わりたいと思います。皆さんご視聴、コメント、高評価ありがとうございました。まだですね、チャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回は、こんな感じで酔っ払い配信させていただきましたけれども、いつもはですね、お酒なしで配信しておりますので、ぜひよろしくお願いします。ですね、今日のゾノさんに高評価ありがとうございます。一応ですね、今日の夜もマイクラを配信予定とさせていただいておりますので、もしご都合よろしければ、そちらもいらっしゃってください。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、皆さんまたねー。